I'm Julia Harrington, headmistress of Queen Anne School. Choosing the right school for your daughter is critically important, and I know that making that decision from a distance can be a challenge. You can learn a lot from websites and from visiting the school, but I think the pupils themselves tell the story best, and so I've asked Ai and Fumi to tell you a little bit about why they chose Queen Anne's in their own language. Hey guys, it's Ai. 皆さんこんにちは、Aiです。私はイギリスレーディングにあるここ、クイーンアンズスクールで留学生活をしています。こんにちは、フミです。I'm in upper six. 私たちはこのビデオでクイーンアンズスクールの魅力についてご紹介していきたいと思います。留学を考えている方、ぜひ楽しんでご覧ください。それではクイーンアンズの魅力を10個紹介したいと思います。Let's get started! 魅力その1、コミュニティ。クイーンアンズスクールの生徒さんはみんなとってもフレンドリーで、すぐお友達になることができます。またイギリス人の生徒さんだけでなく、いろんな国の生徒さんが学校で生活しているので、いろんな国の文化についても知ることができます。また各家屋の先生はじめ寮母さんもとってもフレンドリーで、どんな相談にも親身に対応してくれます。同じ寮の違う学年の生徒同士が大会やコンテストをやるハウスファミリーというものもあります。魅力その2、 The relationship between teachers and pupils。 先生と生徒の仲がとてもいいので、楽しく授業を受けることができます。授業中は質問やディスカッションの時間が設けられているので、とても分かりやすくやりがいがあります。タッチスクリーンなど他の学校にはまだないテクノロジーを使って勉強できるので、授業がとても楽しみです。また各科目の先生方の学習サポートもとても充実しています。放課後にその日の授業で分からなかった点や疑問点をクリニックという質問する時間が設けられています。私もとてもよく利用しています。また他にも個人個人に対して手厚い先生からの指導がいただけるのも魅力の一つです。魅力その3、 English as an additional language。私たちのように英語を第二国語として勉強している生徒にとっては、イギリスの高校の授業についていくのがとても大変なので、アディショナルサポートが受けられます。クイーンアンズの EL サポートはとても充実しています。クイーンアンズスクールはとても音楽教育に特化しています。音楽経験のある方、またそうでない方も、オーケストラやジャズ、またポップなど幅広い音楽について学ぶことができます。またクイーンアンズスクールオリジナルのクワイア、いわゆる聖歌隊に希望すれば参加することもできます。魅力その5、スポーツ。クイーンアンズではいろいろなスポーツが体験できるので、毎回授業に行くのがとても楽しみです。体育の授業は自分の好きなスポーツを選ぶことができます。ラクロス、テニス、アスレチック、ダンス、トランポリン、ローイング、水泳、何でも選べます。魅力その6、充実した学校施設。クイーンアンズスクールの敷地内にはたくさんの充実した施設が管理されています。例えばジム、スポーツホール、パフォーミングアートセンター、またサイエンスの実験ができるサイエンスセンター、そしてたくさんの参考書があるライブラリーがあります。また来月からは新たにミュージックセンターがオープンする予定で楽しみです。私がこのクイーンアンズスクールの施設の中で一番充実してるなと思うのはこちら、スペースです。このスペースにはシックスフォームの施設、そしてダイニングホールが管理されています。はい、皆さん、シックスフォームセンター2階にやってまいりました。はい、私がここのビルディングの中で一番お気に入りの場所、休憩所です。この休憩所はよく自分で勉強したり休憩したりした時に使われます。このお部屋はセントラルパークをイメージして作られています。中に入ってみましょう。魅力その7、 The Mix of Nationalities。 クイーンアンズはイギリス人の生徒だけでなく、いろいろな国から生徒が来ているので、英語だけでなく他の文化や伝統についても知ることができます。なのでもっと広い視野で物事を考えることができるようになります。はい、では続いて寮施設についてご紹介していきたいと思います。生徒さん、特にインターナショナルスチューデンツ、私も含めてそうですが、クイーンアンズスクールはボーディングハウスなので、学校の中で生活することになります。12歳から15歳、16歳の時には、ルームシェアが経験することができます。また16歳以上になれば、勉強もとても大変になるので、一人でリラックスできる場所も必要です。魅力9、ロケーション。
ヒースローからクイーンアンズまで約30分で、空港からのアクセスがいいので長旅で疲れていてもすぐ学校に着けるのでとても楽です。ご家族が訪問される時も迷わずに学校まで来られます。クイーンアンズのある町レディングからロンドンまで電車で約25分です。そのためここにいる間ロンドンや他の町に行く機会も多く、イギリス生活を楽しむことができます。こういった経験も教育の一部だと思っています。魅力その10、フード、これはとても気になっている方も多いですよね。よくイギリスのご飯はまずくて食べられない、脂っこいなどと悪く思われがちですが、クイーンアンズスクールの食事はバラエティも豊富で味もとっても美味しいです。私もよく食べ過ぎてしまうことがあります。はい、皆さん、このクイーンアンズスクール10個の魅力楽しんでいただけましたか？このビデオが皆さんのクイーンアンズスクール留学の参考になれば嬉しいです。 We love it here. もし相談があったらいつでも来てください。お待ちしています。 Thank you, Ayan Fumi. If you plan to come to the UK, please visit Queen Anne's. We'd love to show you our school. Or perhaps we can meet on Skype. I hope you choose Queen Anne's for your daughter.